義と愛が世界を救うテイルズ・オブ・ファンタジア実況プレイ、私実況者のキョンと申します。前回はですね、現在か、ね、プレスたちの時代から過去の時代になる、ね、時代のベルアダムの村というところにね、いたんですが、でそこでね、総村長さんのレニオスさんからね、ユークリッド村に住むね、プラスという人に会ってくれという話を聞きました。じゃあね、今回はその続きをやっていきたいと思います。現在ですね、レベル16、15です。でね、新たにね、奥義魔人操発案を覚えたんですが、まだ使用できません。魔人剣と小賀破産を組み合わせた奥義、もうまだ 83% ですね、アキャサダメが。で、小賀破産が 17%、はい。ミッドは相変わらずですね、はい。じゃあね、続きをやっていきましょう。一応このとね、あ、これですね。とりあえず会ってみましょう。お兄ちゃん、本当に戦争が起きるの？え、戦争？うん、遠い国の王様が戦争するかもしれないってお母さんが言ってたの。そりゃやばいっすね。そいつは大変だ。ベジット。どっかで聞いたことあるんですけどね。気にしない。風の噂では、遠くの国で、とてつもなく大きな軍隊が作られているそうよ。おぉ。さて、今夜のおかずは、おい。私は旅の者です。途中、ローンバレーという谷を見たのですが、何かいつも激しい風が吹いていますよ。そうそう、あそこは、にはバートという人が住んでいて、天気を占っているそうですね。ああ、さっきのおじさんか。パーベルの町ではよく当たると評判でしたよ。さあ、話を聞きましょう、料理人さん。私は素晴らしき味の料理、受任。この味をより多くの人に伝えたい。君も私の世界に触れてみないかい。これ家にしたらどうなんですかね。おう、なんということだ。それだけなんですね。いや、改めて。はい、この料理を伝授しよう。サンドイッチを料理できるようになりました。サンドイッチを作ってるかい？いや、まだです。八百屋の女将、いらっしゃい。いいのが揃ってるよ。はい、何が揃ってるんですかね。おお、野菜が多いですね。八百屋ベジット、すげえインパクトあるな。いちごとか、玉ねぎ高、トマト高、なんか野菜系、あれ高っ。なんだったのこの値上がりさは。まあ、これで突っ込んじゃいけない。ありがとうね。見物人が少ないから気の毒で帰れないんだ。そうか、それはご苦労さんで。はい、なんかここは武器屋かな。道具屋猫目、いらっしゃい。だいたい基本的なものを売られてますね。変わんないですね。ラビットシンボルでタリスマ、おお、レザーマットで、はい、そんなとこですね。ありがとう、また来てください。はい、外で遊びたいよ。でも父さんが店を手伝えって言うんだ。まあ、いつの時代もそうですね。おや、人がいますね。はい、貿易商、ここはいいのが揃ってるよ。何しろ貿易の町ベニスやから直輸入品だからね。へえ、そうなんだ。こっちはいらっしゃい。ビショップ、おー、ウェルダン、フシュリマルド、これなん、どんなんすかね。地形か、ファインサーベル、霧がつベルダン、そうなんだ。こっちの方がいいのかな。じゃあこっちに変えましょうか。なんかもったいない買い方ですね。ありがとう旅の方。こっちに装備し直しましょうか。欲しいな、ファインサーベル、ナイツサーベル。
種類。ここは誰の家ですか？猫が多いですね。あ、ごめんなさい。今猫のご飯の準備してるの。大変ですね。まあ子供の代わりみたいなものだから気にならないわよ。いや気になるでしょ、こんだけ猫がたくさんいたら。どんだけ猫いるんだよ、この家。あー、こんだけ猫がいればね。猫好きのじいさん。わしは猫好きの兄さんじゃ。猫ちゃん相当猫好きですね、こりゃ。犬好きの男。犬の方が好きだな。猫派と犬派ですか。私は旅の者です。はるばるベンツェからやってきました。大丈夫でしたか？女の人が一人旅なんて、神のご加護がありますから。それにホーリーボトルをたくさん持っていますからね。ホーリーボトルには神聖な力が宿っていると言われています。これを使えば悪魔といえども寄ってこなくなりますよ。ここは宿屋ですね。ここはだいたい訪れたかな。ここから来て、まあ、ここですか。訪れていないのは、ミラルドか。じゃならそこのテーブルに置いてくれないか。あなたがクラスさんでしょうか。そうだが、この私、何の用かな、お嬢ちゃん。クラスさんの魔術の知識を教えていただきたいのです。魔術？ああ、魔術学の受講者希望か、受講希望者か。ああ、ならば、奥にいるミラルドにそう言ってくれ。受講料は、前金で2万ガルド。高っ。え、お金？そんなには。それでは教えるわけにはいかないな。出直しておいで、お嬢ちゃん。その呼び方はやめてください。すまないね。何しろまだ君の名前を知らないものでな。初対面だと思ったのは私の勘違いか。あ、すみません。私はミント・アドネードと申します。こちらはクレスさんです。プラスさん、僕たちには魔術がどうしても必要なんです。ダウスを倒すために。ダウスを倒すだと？本気か？ふん、魔術についてただで学ぼうとする口実にしては大風呂敷すぎると思うかな。ひどい！クラース、そんな言い方はないでしょう。あ、怒ってますね。ミラウルド。まったくもう。どうしてあなたはそうぼっきらぼうで、ガサツで、思いやりがないの？初対面の人でしょ？あなたを頼ってきてるんでしょ？もう少し優しくできないの？本当にバカバカバカ。もう。ごめんなさいね。この人、精神的に子供なの。そうだわ。こんな人じゃなくて、もっと頼りになる人を私が紹介してあげるわ。こ、ん、な、ひ、と。じゃなくてね。な！おい！こんな人とはなんだ？こんな人とは！怒ってますね。悪い？頼りにならない人なんて、こんな人で十分でしょ。頼りにならないとはどういう意味だ。この辺じゃ私以外に誰がいると言うんだ。あら、分かっているじゃない。なんてことだ。あなたたち、もう一押しよ。私たち
どうしてもクラスさんの協力が必要なんです。協力？はい、そうです。ふう、なんだか知らんが訳ありらしいな。一体どういうことか話を聞こうじゃないか。未来からね。信じがたいな。信じてもらえなくても仕方がないことです。僕もそうでしたから。どちらにしてもダオスを倒すためには魔術が必要なんです。お願いです、力を貸していただけませんか。残念だが私自身が魔術を使えるわけではない。私はエルフでもハーフエルフでもない普通の人間だからな。耳は尖っていないだろ。それはメドアダムの村長さんからも伺いました。でもクラースさんならきっと力になっていただけるはずだと。おう、実は魔術を使えるのはエルフだけではない。精霊もまた魔術に等しい力を持っている。私の研究テーマは精霊たちの力を借りて魔術を行使する方法を探ることだ。おう、その名を召喚術。でもまだ使えないのよね。いちいちうるさいな。理論的には可能なことは分かっているんだ。あとは精霊と契約することに成功すれば魔術と同等の力を行使できる。おお。だが契約には様々な危険が伴うんだ。何しろ精霊というやつは人間がなかなか足を踏み入れないようなところにいることが多くてね。クレス君にミンドさんだったかな。そこでだ。君たちが私に協力してくれるというなら、私の召喚術を君たちの目的のために役立てようじゃないか。それでいいかな。はい、ありがとうございます。それでは早速で悪いがロンバレーに付き合ってくれ。あの谷には風の精霊シルフが住んでいるんだ。ミラルド、帽子を取ってくれ。しばらく帰れないかもしれないが、私のことなら大丈夫よ。そうそう、帰ってきたら今考えている新しいパイを作ってあげるわ。ならば、それを励みに頑張るとするか。それじゃ、行ってくれよ。クラス、これも忘れずにね。お、コレクター図鑑を手に入れちゃう。おほう。お、帽子装着しちゃった。ブラースさんね。レイリオでヌーク。カノープス。じゃあそれ、ツール。まだ、ツールですよ。道具ですか。アンダーソン。アンダーソン。オメガ。いいな、オメガ。こんなおっさんにはもったいない名前だよ。オメガ。いいな。シルバー。銀色ですか。ローグ。オベロ。いや、違うでしょ、それは。リファール。イリオーレル、ソル、キッド、イーソ、東、クートン、エルシード、おー、クナップ、シュトルーム、ジーン、ジーンは違うなぁ、ホスロー、オリバー、ルース、いろいろな、ラスゴ、ウッドロー、これ違うだろう、違う王だろう、それ空気王だ、空気読め、ティディ、オリフィス、シード、おい、種だよ、種になってどうすんだよ、ロード、おい、ロードしてどうすんだよ。クック、エド、セゼル、ルソー、ゼット、ボイル、もうボイス、もうそんなもん、もうどうでもいいや。とりあえずデフォルトに戻しましょう。はい、決定。はい、そうそう、クレスさん、ミンタさん、ここの蔵書は魔術や精霊に関するものばかりなの、参考に読んでったら。ありがとうございます。じゃあね、気分いいとこなんで、今回実況はここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。ではバイバイ。